はい、今からは仙台高等専門学校広瀬キャンパスを紹介いたします。はい、みんな元気ですか？まあ高専を選ぶためになんか難しいだね。みんなでなんか高専のことも知らなくて、そう、まあいろいろ先輩に聞いたら多分大丈夫と思いますね。であれや、まあ見た通りこれは仙台高等専門学校のと事務室のビル、うん、そうそう。まあ今日は休みなのでなんかオープンキャンパスがあって、で俺たち留学生は参加しなかった。それはなぜかというと、まあみんなは興味がないかな。まあ ここには留学生は4人あったんですけど、3人は、まあ、明日じゃなくて、今日に出て、なんか、俺は一人だけに残っています。そう。で、あれが仙台高専の。あ、ここのは綺麗だね。自然な感じになりますけれども。あとはさ、ここには、仙台のところは、仙台の町は、もうすぐ近く、だから、便利と思いますよ。そうそう。ちょっと周りだけ、なんか、いろいろ見て、まあ、みんなたちに、紹介するためにあれが俺今勉強しているの高専だぜ。そう、今日は暑いね。もう7月の25日、まだ25日だ。そう、まあちょうど暑いけど、マレーシアにもと比べて、マレーシアよりは暑いと思うけど、さ、でも、みんな日本人は、暑いと思って。俺には、まあ、そんなに感じないかな、とする。だけど、ひまわり。綺麗だね。どうなんでこれタワーだってどうさ。まあ今から寮を見せます。みんなたちに見ましょう。僕たちの留学生さんの今住んでいる寮、うん。あとは、ここには、なんか、スペシャル、特別じゃなくて、なんかスペシャルなところ、ストラテジーなところですけど、なんか、スーパーマーケットとか、モールみたいな感じに、とてもいっぱいし、は、ビル、わかんないし。俺、日本語ちょっと下手。まあ、こっちは、そう。見た通りに、今、住んでいる寮。こっちは、クラスルーム。なんだっけ、クラスルーム。教室。そうそう。
で、まあ、あとはないかな。あとはさ、こっちに行くと、こっちじゃなくて、まあ、こっちすぐに行くと、川に近く、みんなは今忙しいだから準備することです。まあ、あれは後で仙台駅に行きます。ここから仙台駅じゃなくて怪しい駅まで歩いて10分ぐらいかかります。ちょっと遠いですけど、大丈夫かな。平気、平気。で、怪しい駅から仙台駅までに、35分ぐらいかかります。